ベクターワークス、インクが開発する、汎用カナダドル、ビムソフトウェアの総称である。日本での販売元は、A&A 株式会社である。動作環境は MacOS および Windows。2次元および3次元の座標形内での、ベクトルデータとして、作図の他データベース、表計算、3D レンダリングなどの機能を備えている。基本的に、ベクトルデータを取り扱うが、 プレゼンテーションデータへの貼り付けやテクスチャーとして、ラスターデータを取り込んで使うことも可能である。なお、綴りは、ベクターワークスであり、W は小文字で表記する。W を大文字で表記する、ベクターワークスは、旧小のため、バージョン2009以降を指す場合は誤りである。汎用カナダドルソフトとして、建築、土木、機械、工芸など様々な分野で利用されている。 特定分野を対象とした機能拡張も多数販売、配布されており、ユーザーは必要に応じて、それらを組み込んだり、独自に機能を拡張したりすることで、利便性を高めることができる。現在は上位バージョンの専門家が進んでいる。アーキテクトは、ビムインテリア設計向け、ランドマークは、造園向け、スポットライトは、舞台照明向けの機能を搭載している。一方、 ファンダメンタルズは汎用的な作図、モデリングレンダリング機能といった基本製品としての役割を担っている。デザイナー、アーキテクト、ランドマーク、スポットライトを総称してデザインシリーズとしている。デザインシリーズはファンダメンタルズの機能も包含している。ディールグラフサフト、インクに買収され、ネマチェックノースアメリカに解消。現在の名称はベクターワークス。 インクによって、ミナイキャドという商品名で開発された。当初は、マッキントッシュ版のみであったが、後に、Windows 版も登場した。比較的安価に導入でき、個人事業主や小企業でも導入しやすい製品である。ユーザー同士の交流も盛んで、プラグイン開発の情報を扱うサイトも多い。ベクターワークス2016以降、リアルなレンダリングが可能なレンダーワークスが、 標準搭載されている。レンダーワークスにはジネマ4 d に使われているサインウェアが搭載されている。また、外部レンダラーとの連携として代表的なものは以下のものがある。一つのファイルを複数人で共同設計をするための機能であり、デザインシリーズで利用可能。ファイルサーバーにプロジェクト共有の設定を行ったファイルをアップロードすると、各設計者は 自身のベクターワークスでそのファイルを開くことで作業用ファイルがローカルに作成される。チェックアウトと呼ばれる手続きをすることで、レイヤー単位またはオブジェクト単位で編集権限を持つことができる。チェックアウトされている間は他の設計者は編集ができない状態となる。リリースして反映すると他の設計者のベクターワークスに通知されるため、 更新することで反映結果を確認できるようになる。一般的に共同設計機能はファイルサーバーか専用サーバーが必要となるが、VectorWorks ーーのプロジェクト共有は Dropbox や OneDrive などのクラウドストレージサービスも利用できる。VectorWorks ーー特有のファイル形式は VWX 形式である。拡張紙は2008で VWX に変更されたが、 バージョン12.5までは MCD であった。MCD は見ない CAD として開発、販売されていた名残であり、また Windows カナダドルではマイクロカダムが見ない CAD 以前より使用していた拡張紙でもある。これら以外のフォーマットのファイルにも対応しており、他のカナダドルソフトとの間でデータのやり取りが行える。主なフォーマットとして次のようなものがある。 シネは 4DFAQ ベクターワークス。ありがとうございます。